皆さんハムカ、夢の世界のお花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城ムカです。今日は4月3日、誕生花はアジアンタムです。アジアンタムには天真爛漫、繊細といった花言葉があります。アジアンタムは猪本草科の蓬莱シダ属に分類されているシダ植物の総称です。薄くて小さい葉っぱが繊細で爽やかな雰囲気の観葉植物です。花言葉もこの葉っぱの姿に由来すると言われています。ちなみにお花は咲きません。柔らかくて癒されるとして女性にも人気な観葉植物です。たくさんの種類があるので、ぜひ気になった方は調べて育ててみてください。知人に誕生日の方がいらっしゃいましたら、おめでとうと感謝の言葉を伝えくださいね。それでは花城もかでした。今日も素敵な一日をお過ごしください。いってらっしゃい。